韓流島あだ討ち2017 in 舞浜。当時キックボクシングとまた別に動体力という体操をやってまして、その中から、仲間の方からどうやらすごい先生がいるぞという噂を聞いて、で、講習会に出ました。で、それで先生の突きを食らってみたい人という、ありまして、で、一撃もらいまして、それで、はい、今まで食らったものが本当に木刀とかで小突かれるとかだったら、交通事故みたいな衝撃を食らって、はい、それで始めました。登山家がなんで山登るのって言われるような質問なんで、ちょっとうまく答えられないです。はい、人は変わるんだなと思いました。変わると、はい、成長するというか、変わるというか、同期で入ったことの一番の、多分僕ぐらいしか知らないことっていうのは、彼は突きが軽かったんですよ。威力はなかったんですよ。それを沖縄拳法を通じて、そうですね、やっていくうちにどんどん突きが重たくなっていって、でちょうど今から1年ちょっと前にチーム聞くのができて、それから山城先生がしっかり教えるようになって、そこでからの変わりっぷりの方がものすごいんで、人は変わるんだということが、はい、そうですね、聞くのの真似をしろと、はいはい、まずは真似ですね。今一生懸命を、はい、真似してると思います。舞台に上がるまでに絶対に1回ビビってビビりながら上がるんで、そこで前に出て多分30秒ぐらいで体がほぐれるんで、そこまででビビって前に出れなかったら僕の負けで、前に出れればまだ勝機はあるかなと、はい、じゃあその始まって30秒ですね、はい、に僕が動けるか動けないか見ちゃったら負けです。とてもとてもクンタップ選手は強い選手で、僕は少しキックボクシングをやってたんで、彼がどれぐらいビッグネームかということもよく分かってます。そして、どれだけ世間から見たら無謀なことやろうかっていうのもよく分かってます。だけどそこをちょっと楽しみにして皆さん見てください。巌流島あだ討ち2017チケット絶賛販売中。